どうも、友人チャンネルのみやちゃんです。今回は2勝2分けで迎えました5倍リーグ5戦目、対札幌アニマルズさんの一戦をお届けしていきたいと思います。この試合の先発は、ある意味満を持してのツッキーです。今までは、入団間もないこともあってリリーフが中心でしたが、今回は先発に起用しております。さあ、アニマルズさんも古豪ですので、どんな試合展開になるか注目してください。さあ、まずは先頭バッター、幸先よく三振でスタート。そして2番バッターはタイミングをずらしピッチャーゴロで2アウト。非常にテンポもいいです。そして3番バッターは前に飛ばないキャッチャーフライでスリーアウト。さあ、そしてこの試合1番バッターの方がいきなりのセンター前ヒット。この次の塁を狙う姿勢も素晴らしい。さあ、そして2番バッターはデンちゃん。この面でパスボールでランナー二塁に進みます。そしてドンちゃんのこの辺りは進塁打となり、ランナーを三塁に進ませます。さあ、そして3番の慎太郎はデッドボール。さあ、ランナー一三塁のチャンスで4番バッター潤さん。ここで慎太郎が盗塁でランナー二三塁。そしてこの当たりがショートが悪送球となり、方が生還。そして二塁ランナーの慎太郎も生還し、思わぬ形で2対0と先制を果たします。そして続くバッターの敦はデッドボールで、これで1、2塁とチャンスを拡大します。そして田地さん、ここで自らも生きようというバント。これはアウトになりますが、ランナー2、3塁のチャンスを迎えまして、ツッキー。しかしツッキー、ちょっとタイミングが合いませんでした。これが3塁へのファールフライとなり、スリーアウト。2対0で1回の攻防を終えます。さあ、続く2回のツッキーのピッチング。この当たりがライトの前に落ち、先頭バッターの出塁を許してしまいます。ちなみにライトは春さんが入っています。さあ、そして続くバッターにフォアボールを与え、ランナー1、2塁。しかしこのバッターの当たりはキャッチャーフライでワンアウト。そしてこの投球、ビタビタのコースに決まり、三振2アウト。しかしここでギアをツッキーが上げて、この辺りはサードゴロになり、スリーアウト。ピンチを迎えますが0点でしのぎます。さあ、2回の裏、先頭バッターの春さんが綺麗なセンター前ヒットで出塁。打撃好調キープ。さあ、続くケイちゃんの場面。これ春さんスタート。この盗塁はなんか際どいけども、これがアウトの判定。さあ、気を取り直して、けいちゃんはピッチャーゴロで、これでツーアウト。さあ、そして1番に帰り、こうのこの辺り、ショート深い力の送球で、これはアウトになり、ナイスプレー。スリーアウトでチェンジ。さあ、3回のツッキーのピッチング。先頭バッターにきれいにセンター前に弾かれ、先頭バッターの出塁を許します。しかし続くバッターは三振。そしてこの辺りピッチャーゴロ、これはゲッツーを狙いたいところでしたが、田地さんがベースを踏み出されてしまい、アウトは2塁だけ。ランナー1塁に残ります。しかしこの辺りはサードゴロでスリーアウト。非常にいいテンポで試合が進んでいきます。さあしかし3回の裏の先頭バッターベンちゃんは三振。慎太郎のこの辺りはレフトの前に落ちない。ツーアウト。さあそして潤さん、潤さんもこれを引っ掛けてしまい、サードこれも警戒。ナイスプレー。さあテンポよく試合は進み5回の攻防です。先頭バッターこの辺りはレフトフライでワンアウト。ここは淳もこれ飛び込むがこれを落球してしまい、これは出塁を許してしまいます。しかしナイスガッツ。さあここでランナーを警戒して淳が牽制をしていく。この辺りベンチから見てても見応えがありました。そしてこの相手の隙を突く牽制、これがアウトになり、ツッキー牽制アウト。テンポもよし、そしてこれをアウトにする。いやビタビタのコース。そして淳もキャッチングナイスでした。さあ5回の裏の龍神の攻撃はまず春さんがピッチャーゴロでワンアウト。さあ嫌な流れでしたが、けいちゃんがしっかりこの球を見極めフォアボールで出塁。さあここで代打友樹、友樹粘ります。ここでパスボールでけいちゃんが二塁に行く。さあなんとか自分の仕事をしてほしいところでしたが、ここは三振に倒れツーアウト。そして2番バッターでんちゃんの場面でこのこぼした間にけいちゃんがスタートよく3塁進む。さあここでもう1点取れるか。ここで2番のでんちゃんが粘ります。カットしてカットしてカットしていきます。カットする。さあそしてこの球を見逃し三振。さあ2対0のままイニングは最終回を迎えます。さあ最終回は少し登板間隔が空いていました中村に抑えをお願いしています。さあその先頭バッターここさあある程度笑いが起きたところで先頭バッター仕切り直していきたいところでしたが、結局を歩かせてしまい先頭バッターを出塁させてしまいます。そして甘く入ったこの球をしっかりと右中間に弾き返していく。さあそしてこの中継プレーの乱れの間にランナーはホームインし1点が入ってしまいます。そして二塁ランナーはボールデッドでランナー三塁となります。さあここで一度間を取り同点までは OK という話をします。さあそしてここで中村がギアを上げる。しかし相手のバッターも食らいついていく。そしてキャッチャーもしっかりと止める。さあそしてこの辺りはサードゴロ。しかしこのサードの送球が乱れてしまい一塁ランナーセーフ。そしてこれを機に相手が畳みかけてくる。ランナーがスタートし盗塁成功。ランナー2、3塁。さあそしてバッターのこの辺りライトの前にしかし落ちない。春さんナイスキャッチ。そしてリカバリーも完璧。春さんこれ際どいところでしたがナイスプレー。さあそしてここで試合終了かと思われたところで守備のうまい慎太郎が痛恨のエラー。さあそして畳みかけてくる。さあ同点のここでバッテリーのミスが出てしまい、ついに勝ち越しを許してしまいます。こう1つのミスが2つ目のミスを呼びというところでしょうか。しかし粘られるものの、ここで三振を奪いツーアウト。そしてこの辺りはセンターフライに打ち取り、ようやくスリーアウト。さあ3対2、1点ビハインドで最終回を迎えます。そして代打の佐藤さんです。その佐藤さんが綺麗なクリーンヒット。いやー、これ本当に準備の賜物だなと思いました。ナイスバッティング。さあそして今日ヒット1本放っているハルさん。しかしここは万事休すのピッチャーゴロ。これがダブルプレーとなってしまい、ツーアウトランナーなしとなってしまいます。さあそしてケイちゃん、がしかし粘り強くレフトの前に落とし、ランナー一塁、なんとか望みをつなぎます。さあそして河野負傷交代で途中出場しております宮ちゃん。とにかくつなぐことだけ考えて打席に立っております。しかし最終回でギアの上がっているこのピッチャーの球を打ち崩すのは難しかった。この試合残念ながら3対2で逆転負けを喫しました。いやー、しかし今年のシーズンは去年負けたチームには勝つものの、去年勝ったチームにはとことん弱い龍神です。しかしまあみんなを使って勝つのが龍神の野球ですから、次の試合もしっかりと頑張っていきたいと思います。今回の動画は以上になります。チャンネル登録よろしくお願いいたします。